北浦和公園ライトアップされた夕方の音楽、噴水北浦和公園は、埼玉県埼玉市浦和区時は9丁目にある公園。埼玉県営の都市公園。当地には、大正時代より、旧西浦和高等学校が立地しており、1950年以降、埼玉大学分離学部のキャンパスが置かれていた。埼玉大学は、浦和重大久保へ1969年までに、 統合移転して、その跡地が公園として整備され、1974年に開設された。1982年には公園内に埼玉県立近代美術館が開館した。園内には音楽噴水と呼ばれる大きな噴水がある。毎日10時から20時の2時間おきに約10分間音楽が奏でられ、それに合わせて大小様々な噴水が踊る仕組みになっている。 日中はクラシック音楽、夜はジャズの曲が奏でられ、夕方以降は噴水のライトアップも行われる。2015年2月には約1ヶ月半かけて噴水設備の改修工事が行われ、同年4月11日から新たに曲数が4曲追加された上で運転を再開した。従来はクラシック音楽のみが奏でられていたが、新たに ジャズの曲目も2曲追加された。また、当初は18時及び20時において、約20分間行われていた演出が、日中と同様である、約10分間に統一された。音楽噴水運転時間以外には、音楽噴水の後方において、音楽なしの大噴水が演出される。公園内には、子供の遊具施設及び様々なオブジェがあり、市民の憩いの広場になっている。 年に数回、秋頃を中心に芸術関連のイベントが園内で開かれる。なお、東公園の南側に隣接して埼玉市立浦和北公園がある。事実上、2つの公園は一体となっているが、行政上は異なる公園として管理されている。園内の音楽噴水は、時折ドラマや映画のロケ地として使用されることもある。 2010年7月2日夜から3日未明にかけて音楽噴水が映画ゴーストもう一度抱きしめたいのをロケに使用された。この際、普段は音楽に合わせて自動運転する音楽噴水を後方の大噴水とともに係員の手動操作によって音楽なしで運転し、噴水地内のすべてのライトを一斉に発光させた。この他にも2016年1月12日には、 日本テレビ系、水曜ドラマ枠のドラマ、悲願花、警視庁、捜査7日。2017年4月28日には、日本テレビ系、日曜ドラマ枠のドラマ、フランケンシュタインの恋。2019年6月には、TBS テレビ、火曜ドラマ枠のドラマ、私、定時で帰ります。の撮影も、それぞれ行われている。近年、北浦和公園では、リニューアル工事が行われ、 前述の音楽噴水の改修工事に加え、樹木の伐採、剪定作業が行われているほか、美術館では2014年9月1日から2015年4月10日まで大規模改修工事を行ったため全面休館となっていた。2012年から中銀カプセルタワービルの一部が寄贈され、展示されている。公園自体は24時間年中無休。 美術館は10時から17時30分となっており、入場は閉館の30分前までとなっている。また、月曜と年末年始は休館。JR 京浜東北線北浦和駅西口より徒歩2分。埼玉県公園整備に関するデータ。ありがとうございます。